海王新兵器。今日は先生が家にやってくる。俺に足りない知識を教えてくれるありがたい先生だ。先生、この言葉を口にすると苦い思い出が頭をよぎる。ホテル街に現れた赤月、あのレインコートの少女は果たしてあれで解放されたのだろうか。ここのところマスターはマスカレードの件のような不可解な事件が東京都心でも増えていると言っていた。それを実証するように都心周辺から新たな情報が入ってきている。例えば深夜のドライブ中に現れるというマッハ姫。道路にまつわる怪異は古くからあるが、最近丸の内あたりでそういう噂があるのだという。西洋風のドレスを着ているとも、戦国の姫のような着物を着ているとも言われるが、果たしてどのような怪異なのか。ショーの仲間もその噂を聞いたことがあるという。バイクの走りには自信があるという仲間だったそうだが、あっという間に抜かれたらしい。ただ抜かれた方がいいという話もあるそうだ。下手に対抗意識を持って道を妨害すると悲惨な死を遂げるという噂もあるのだという。そう話すショーの手が小刻みに震えていたから、相当怖い話なのだろう。また別の噂では、浦島池という名の大きな池のある公園にずぶ濡れの髪の長い女が現れるという。女の霊と聞くとくちゃら花嫁を思い出すが、長い髪の女というのは幽霊の定番ではあるし、やはり似たような怪異と考えるのが自然かもしれない。それからこれも都心周辺の新座区で目撃されるという怪異。これは和服姿の幼い少女だという。少女は笛の音とともに現れ、出会った者を遊びに誘うらしい。それだけなら可愛げのある話だが、その遊びは命のやり取りを伴う死の遊びなのだという。幼い少女というと、どうしてもあいつと同じ人形の怪異である可能性を疑ってしまうが、それと俺が困った噂の一つにデビルメールというものがある。この噂の調査を任せた知人の話を、パソコンや携帯電話などに疎い俺はあまり理解できなかった。デビルメールに限らず、ハイテク化された世界の話となると今の俺では知識が追いつかない。このままでは今後の怪異の調査や解明に支障の出る恐れがある。思えば怪異や人形に関する知識を得ようと古い書物を随分漁った。手に入れるのに苦労した本もある。しかしそれらの本に目を通しても重要な手がかりになる情報は得られなかった。おそらくも古い書物を探るだけではダメなのだ。古い家や過去にまつわる調査からはもはや新しい知識は得られないということなのだろう。これからは新しい手段を用いて様々な人間とつながりを持ち、情報を集める必要がある。だが俺にそういったつてはない。それを得るためには新しい技術に自分が追いつく必要があるのだ。だから今日先生をお呼びした。今日来ていただく先生はインターネット黎明期と言われる時代からグローバルな情報通信網に精通しているお方だ。自らコンピューターを組み立てることもでき、通信機器の設定などもマニュアルなしで大体のことができる。性格も温厚で初心者にも面倒くさからず教えてくれるいい方だ。何がわからないのか、それすらわからないという俺に
必要なところから簡単に少しずつ説明してあげるよと言ってくれた。先生が来たのだろう。玄関に向かい扉を開けると、そこに先生が立っていた。携帯電話、パソコン、インターネット、怪異調査における新兵器のキーマン、その名は中松栄太。